死神さん、誕生日おめでとうございます。誕生日おめでとうじゃ死神。俺は死神さんのことを心の中から憧れておりまして、それで実況を始めたものなんで、この場でお祝いの言葉とさせていただきます。わしもバックステップの神様を広めてくれたという誕生お世話になったからの、そのお礼として死神の絵を描いたぞ。え、絵描けるんですか。まあ、あの、ほれこれじゃ。中途半端に下手なの突っ込みにくいんでやめてもらっていいですか。せーの、メリーチが散ります。いやー、切なケースだよ。よう、ミナノシュー、また来たぞ、バックステップの神様じゃ。というわけでやっていきたいと思います。今回は俺がプレイするパートですね。お、どんどんやってくれ。あと宿題は終わったぞ。やいよったんすか。前回のあれやいよったんすか。お、なかなか難しかったの。中学の社会、中学のバックステップの神様何歳ですか。中学生のやつで手こずるって。わしはあんまり勉強しなかったからの、学生時代。そうすか。どうすればいいんだろうね。この中があれやっけ。もうこっち側にはもう次のところへ進む道はないんでしょうかね。かもしれんの。こっちに道ないんで、どうしようかな。ストーリー進めるん重視でいこうかなってちょっと最近ちょっと思っとるんですよ。なるほどの。というわけで、そうやね、右中に入った方がいいんだろうか。けど右側気になるんで、そっ中入りますか。優柔不断はやめとけよ。ってなんでここは。なんだここ、なんでお前は、なんだお前は。そこら中におるやつと大体似たやつだけど。お、読みますこれ。お、わしが読むわ。どうもサンタ教会のトナカイ武田です。現在プレゼント不足によりプレゼント受け取りを行っております。あ、これがいいよってやつやね。なるほどの。ここに渡せばなんか報酬もらえるみたいなこと言おったの。名前忘れたけどな、ベリリン・モンローだったっけ。あれ、ベリリン・モン、マリリン・モンローじゃないことは確かじゃがの。もしもし凶暴化したサンタを倒せてプレゼントを手に入れたということでしたら、ぜひサンタ教会にお渡しくだされば空いているサンタに届けさせます。わずかばかりですが報酬も出ますので、ぜひ凶暴化サンタ討伐にご協力ください。道具が欲しい方は購入をプレゼントをお渡しいただける場合は売却をどうぞ。なるほど、とりあえずなんか売れるもん売りたいところですね。そうじゃな。ああ、とりあえずこの辺りを宿題売りますよ。もうバックステップの神様さんも全部解いたでしょ、全問解いたでしょ。まあ、正解率 3% だったけどな。バカかお前は。そんだけバカだったとは。中卒か中卒。もう全部言いますね。金少ないな。なんかバイトの気分じゃの。なんか下に出られてないかの。下に見られてないかの。そうやね。もう安月給で働かされてるような気分ですよ。購入高いな、ちょっと。てか毎回戦闘終わったら回復すればいいことじゃし、あんまいらんのじゃないかの。そうですよ。じゃあまあ先進むんやけど、この3体倒していきますね。おう、ガンガンいけ。うん、変なとこって言うほど変でもないんですな。なんかゆるキャラにありそうじゃ。なんかデザインは悪くないぞ。変じゃない、かわいいよ。プレってなんじゃ、プレって。プレゼント略してるや。プレハートってもういやらしいもんにしか見えないからね。普通に、そうやね。もっこ普通上こう、ギアライディングとかいうのあったけど、いいか。まあ、僕ガンガンいけ。で、いつも通りこれで攻撃と。あ、こいつも多分火に弱いんでしょうね。なるほど、どう。お、意外と簡単に倒せましたよ。楽勝じゃの。そしてプレゼントボックス1個目です。今回1個目。こういう順調にバンバン手に入ればいいんだがの。魂を宿った、だるまがそこにいた。まあ
なんじゃお前、何か言いたそうな人だったのに何か言葉を言わんか。いやちょっとな、何も思いつかなかったんですよ。頭真っ白になる時たまにはあるんですよ。そうなのか。実況であるあるですよ。結構いろんな実況者さんが思う時があるでしょう。なんか喋ること何を喋ろうかなって思ったらもう頭飛ぶっていう話ですよ。なんかお前今日なかなか変喋るのが下手くそじゃないのかの。まあこういう調子の悪い時もある。回復した方がいいかな。そうじゃの、 HP 半分くらいになったらちょっとずつ回復した方がいいんじゃないかの。めんどくさいけどね。回復よいしょ。こまめな回復がゲームオーバーにならない近道じゃ。じゃあ行きますけど、こいつらめんどくさいんでもうスルーします。でこっち側に来たわけです。この箱を開けてみましょう。いプレゼント、お、プレゼント、お、道端にプレゼント落ちてるパターンあるのかの。前にもあったっけな、こんなこと。デジャブなんだけど、どうだったかの。もうわしも頭の悪いからの。サンタガール、あ、可愛いじゃないですか。でもなんで頭だけなのか。首から下作ってあげろよ。めんどくさくなったのか、それとも頭だけっていう前提の生物なのか。前提の生物って言ったらダメでしょ。女の子、女の子ですよ。で依然としてやっぱり気に弱かったんですね。お、あ、でも女の子やけん強いタイプのやつだな。頭だけとはいえ、言うほどではなかった、言うほどではなかったけど、まあ、ちょっとだけね。あ、よかったじゃないですか、バックステップの神様さん、頭の良さ手に入れましたよ。やったの。これでさっきの 3% しか正解しなかったが 5% になったぞ。あんまり変わってないです。それダメです。赤点です、追試です、退学です。よっしゃ行きますよ。バックステップの神様さんはバカですよ。あとで勉強を。可愛らしいじゃないですか。お、可愛いな。でもな、よう見てる赤いのついてるぞ。ほんとだ、これは歴戦の戦いをくぐり抜いた やつやな。見た目的に可愛らしいけど歴戦の戦場家系、まあ強いな。2回攻撃できよった。絶対2回突かれたんだろうな。痛い痛い、やばいぞやばいぞ、なかなか襲ってくるぞこいつ。可愛らしかったら何でも。あー、もこちゃんやられた。回復が回復が間に合いませんでした。どうする、魔法だけで倒せる。危ない、危ないよ。逃げます。サンツーかの、サンタって見かけに言う。あー、やっちまったやっちまった。サンタさん気になるな。サンタさん逃げになるけど逃げます。めっちゃ戦いかよかったの。サンタさんとかめっちゃツッコミどころありそうだったしの。なんかすごいね、もう名字で攻めてきましたよ。それとも三田さんって読むんかな、あの家政婦の三田さんみたいな。それはないんじゃないかの。よし、じゃあどんどん進みます。もう死なないことを前提にうまく立ち回ってね。よいしょ。そうじゃ、まだこいつ固まってるぞ。なんか面白いシーン見れましたね。なんか一回回復してきたのに、休んだのに、まだお前ここで固まってんのかみたいな感じで先進んでいきますね。お、お、イベントやね。なんかサンタがテントに入ったな。っていうかそれをレンジが今言ったからそれを読めばよかったのか。今そのテントに何か入っていったわよね。凶暴化サンタさんなのかな。確かめてみましょう。凶暴化サンタだとしたら理性のあるやつもあるんかねって感じです。どうかの。なんか老けてます、物老けてますよ。ん、誰だ貴様、凶暴化なのか。それを聞くあたりじゃ、こいつ凶暴化してないの。そうやね、ちゃんとしたやつ。いいえ、あ、呼んじゃった。お前何勝手にわしの分読んどるんじゃ。すいませんすいません、呼んでください。はい、呼んでください。はい、いいえ、私はレンジや。凶暴化さんとを倒してプレゼントを集めてるわ。そうか、敵ではないようだな。あなたもそうみたいね。見たことのない顔だが、お前たちここら辺のサンタではないな。え、まあ。ねえねえ、サンタさん、聞かせてくれる？サンタさんも大きな町の凶暴化サンタから逃げてきたの？そうだ。今年のプレゼントを準備しに人間界に行っていたある日、帰ってきたら町は一変していた。なんかバイオハザードによくあるパターンなの。なんか気づいたらゾンビがたくさんいたみたいな。確かに。もうバイオハザード感がすごいですね、このブラッドクリスマス。もうブラッドの B はバイオハザードの B でもいいんじゃないでしょうか。
消えてるの。家族の無事もまだ確認できていない。そんな、少し詳しいこと知りたいわ。サンタが凶暴になるにはなるのはウイルスが原因らしいけど、それはサンタからサンタに感染していくものなの？うむ、おそらくは違う。凶暴化したサンタと戦い生き残った者の中でその後凶暴化したという話は聞かない。感染しないんじゃの？感染性ではない。ウイルスとか言いながら感染性ではないんだ。それに凶暴化ウイルスというものの存在は我々の憶測でしかない。実際に存在するかはわからないものだ。あ、なんかとりあえずこういう仮定にしておくかみたいな感じじゃの。なるほどね。でもウイルスって線がすごい強いよね、この線展開。そうじゃの、もう血が飛び散ってるからの、バイオハザードじゃ。だからブラッドは B は、ブラッドの B はバイオハザードの B っていう話になるんじゃ。感染もしない、そもそもウイルスかもわからない、謎が多いわね。凶暴化の原因はどこにあるのかしら。本当ですよ。どうやって治すかもわからん。あ、倒したら治るんやけど、どうやったらその感染するのを止めれるかっていうのがまだ分かってないわけですよ。これからどうすればいいんだろうかね。凶暴化しているサンタは全てサンタシティの者たちなんだ。街に原因があるのかもしれない。ラクーンシティみたいな感覚じゃの。なるほどね。向こうサンタシティ行きましょうか。このままここら辺でちまちまサンタ戦っていても拉致が開かないわ。どう考えても全国の子供に行きいただくプレゼントなんて絶対に集められない。そうだぞそうだぞ、レンジャーの言う通りだぞ。行くぞみんな。だったら凶暴化の原因を突き止めてサンタシティを作るしかないじゃない。そして全てのサンタにしっかり働いてもらうのよ。モコ、死にたくないよ。何言ってんの。あんたの横には天才魔法使いレンジがついてるじゃない。自分で天才って言っちゃったよこの子。まあこれが若気の至りって言ってましてて、この 2,3 年後にちょっと、自分よりさらに上の人間にあってね、胃の中の蛙っていうのを知るんですよね。現実を見せてあげないといけません、この子供たち。お姉ちゃん、ナルシステム。ナルシストじゃバカ。ナルシストね。サンタシティに行くのか。それなら北に進むといい。道中に合成術を使える私の知り合いがいるはずだ。合成術ってなんじゃ。なんでしょう。合成屋で武器や服を作って戦闘の準備を整えてから行くといいぞ。お、このゲームにもちゃんと装備があるのか。なるほど、本当に RPG じゃないですか。いや RPG じゃこれ。うん、まあそうやけど合成屋ね。え、わかったわ。目標更新、凶暴化の原因を突き止めるためにサンタシティへ向かうことになった。その前に合成屋で準備しよう。合成で聞いたらやっぱり新しい武器ってことで、めちゃくちゃなんかテンション上がるの。確かに。こいつかな。違うね敵が強いなって感じたら後ろのマップへ戻っていくよ。いいよ、きっとちょうどいい敵が見つけるはずだ。これはつまり進んでいくたびにどんどん強くなっていくってことだろうかの。みたいですね。こいつらとか前々までのやつとはキモ。お、こいつはキモい。こんなやつがお手はたまらんの。これ見覚えがあるんですよ俺。わしにも見覚えがあるぞ。これを書いたやつは知っとるぞ。それにしてもキモい。そうっすね、早よ倒そう。燃えとけ。ああ、避けられた。マーメコキッス、やめろ。わあ、気持ち悪いわ。こいつが原因じゃないのか、ブラッドクリスマス。そうだよ、凶暴化したこいつが、こいつのせいちゃうんか。こいつにキスされたけもう自暴自棄になっとんちゃうん。サンタが全員自暴自棄になったんちゃうんか。違うのか。あー、モコちゃん死んだ。モコちゃんがいつまにか死んじゃった。何しとるんじゃ。せっかくですか。これ復活させる魔法がないんだよな。炎だけで勝てるのか。勝てそうじゃないな。とりあえず最後まで頑張ってみ。おどこ消えたぞ。やったぜ。どこ消えたらこっちのもんじゃ。なんこれやばい、やばそうなんきた。倒れた、やっちまったよ。刹那圭介、何とるんじゃ。ゲームオーバーじゃ。
プレイヤー交代で。そうか、ここまで戻されるんじゃ。じゃあカットしまーす。ゲームオーバーになったら、プレイヤー交代が今回の2人で実況の、やる実況のパターンなんじゃ。お、MP 回復しました、そんなこと言ったら。MP さんも、そのシステムには同意してくれてるみたいです。あ、この人も前に見たことあるぞ。リベンジじゃ、こいつは倒したことないからの。行くぞ、こっちは強くなってるんじゃ。バースト。ファイヤー。しかし、敵もそれほど強いわけじゃない。大丈夫じゃの。バンバン攻めろ。ああ、そうでもなかった。やばいぞ、やばいぞ。どうする、どうする。そうじゃの。魔法で、ファイヤー。てか、回復するわしとった。危な。危ないじゃないですか。何、モコ HP めっちゃ減ってますから。そうじゃそうじゃ、ちょっとうっかりしとったわ。じゃのこれじゃ、ヒールヒールだ。だがそんなに連、お、なんじゃ、なんだ。岩さんたは今にも倒れそうだ。なんか来ましたぞ。なんじゃこれは、この前振りは気になるぞ。大丈夫か、何かく、あ、クローバーをささげますか。クローバー、クローバーなんか持っとったの、持っとったのか。しかもクローバーを渡したら何だっての話なんやけど、話してみるかな。そうですね、一旦。しかしクローバー持っていなかった。じゃあなんで聞いたんや。わけわからんわ、クローバーってなんでどこで手入れるんだ。死んだの。クローバーを渡しとったのは何かあったんですかね。クローバー欲しいなってきましたね。四つ葉じゃなくてもいいのかな。そこはこだわりなくていいと思うけど。あ、このタイミングでクローバーできた。なんでこいつ、クローバー持ってるくずにさらに欲しがってたのか。クローバー名人なんか、クローバー好き芸人なんか、アメトークに呼ばれるんか。それでそれでいいのか。お、大精霊ヒールやって、すごいの。これ絶対上位互換の回復。ちょっと今ユアサンタちょっとうっすら映ってたろ。ちょっと映ってましたね。さらっとちょっと映ってましたね。見逃しませんよ僕たちは。わしの視力なめんなよ。 1.2 じゃ。微妙やね、微妙にいい程度やね。鍵かかってる。緑のやつは鍵かかっとんですね。なるほどの。それじゃ鍵が欲しいところじゃ。せっかくユアサンタ倒してクローバー手に入れたんだからセーブしてくるぞ。了解です。平成霊ヒールやって、すごいの。これ絶対セーブしようと思ったら避けそこねたわ。バカご飯サンタ、ご飯なのか。ご飯というよりかは奥歯みたいじゃの。奥歯奥歯の方がないと思うけど、お米の、お米っぽい感じではないような、もうちょい細長かったらよかったなっていう。ダメだし、ダメだし、ご飯サンタではないぞこれは。一からやり直せ。そこまで言うほどでもないけどね。とりあえず早い目に、あ、そうだそうだ、大精霊ヒール全体なんじゃ。お、やるの、これはすごいわ。お米、お、なんか逃げられたぞ。あいつ、いわゆるなんつうかハグレスライム的なやつだったんじゃ。これ知ってます、ハグレスライムって。知らん、なんじゃそれ。あのドラクエでよくある、もう低確率で、めっちゃ低確率で出てくるやつなんですけど、倒したらめちゃくちゃ経験値が入るやつです。お、じゃあ今のももしかしたら倒したらいい経験、めっちゃ経験値もらうのかの。可能性は大です。じゃあこいつ、このサンタを倒したら最後にするぞ。了解です。お、めちゃくちゃ危ない、めちゃくちゃ危なっかしい女のサンタが出てきたぞ。女かな。で、髪型的に女の子っぽいけど、荒垣さんみたいな感じですね。荒垣さんって誰じゃ。あの化け物語。とにかく危ない人間ってことを火つけたらこいつ爆発して一撃死ぬとかないかな。だったらいいんじゃがの。まあ普通に攻撃するぞ。燃え尽きる爆発じゃ。お、あー、なんかやばいやばいやばい気がする。やばいじゃないですか。なんか相手に刺激を与えてしまった感じがしますけど大丈夫ですかね。とりあえずヒールじゃ、単体で大丈夫、電気はまだ大丈夫じゃ。おお、やばいぞ、これやばいぞ、やばいやつじゃぞ。逃げた方がいいんじゃないですか。逃げた方がいいの。
多分こいつ倒さんかったら先に進めんやつじゃし。やばいっすね。もうちょいレベル上げてこなまずい。合成のやつもまだ見つけ、合成の人もまだ見つけてないんで、もうバンバンいかなあきませんよ。レベルどんどん上げなまずいですよこれ。やばいの。さて時間もこれくらいだし、そろそろ回復していくかのプレゼント。そうですね、行きましょう。どんどん行っちゃっていいかの。行きましょう。てかモコちゃんめっちゃ HP 減ってる。まあそれは後で回復するとしても、アイテムプレゼントボックス2個あるの。あとクローバーと頭の良さのダイレクトに脳を映してるんだの。頭の良さって脳みそだったんやな。頭のいい脳みそくれたんじゃ脳みそじゃったんじゃの。なんか嫌じゃの、改造手術された気分で。嫌ですね。じゃあクローバー見てみよう。お、四つ葉じゃった。あ、そうか、なんか倒したやつユアサンタって四つ葉のユアってやつやったの。そうですね、だから四つ葉なんじゃ。なるほど、そこにかかっとったんじゃ。なるほどの。これで運勢が上がればいいんじゃがの。100円拾えたりするのかの。めちゃくちゃ小さいじゃないですかそれ。じゃあ開けていくぞ。じゃあやっちゃってください。1個目じゃ。絶対宝箱じゃないぞそれ。宝箱じゃないな、ミミック的なやつですよ。ミミックのあのトラックやじゃったかも。そうですよ、中に、てかもう中身のちょっと微妙にはみ出してますからね。ベロとか黒いやつとか黒い手とかありますから。黒いってこれペンギンじゃないかの。ペンギンであってほしいところです。ペンギンだったら勝ってあげますからね。わしはペンギン好きじゃぞ。じゃあとりあえずラストじゃ。今回はあんま取れなかったのプレゼント。そうですね、じゃあ行くぞ。プレゼントボックスどんじゃ。いらん。ゲームの進み具合が遅くてすまんの。これまでの4パートで分かったと思うが、進むのはほどほどに、トークを中心に繰り広げていく、そういうスタイルでやっていきたいからの。それでもよかったら次もよろしくの。